皆様、こんばんは。11月7日、今晩の相場展望チャート分析編をお届けをしたいと思います。ちょうどご覧いただいておりますのが、ドル円の5分足で、ちょうど24時間前、この17時ぐらいからですね、149円のこの38銭、これをつけたところから、ちょうど海外に向けて、欧州時間売り上がり、ニューヨークに入りましてからも、6、8で2回止められ、次に8、5を超えて、90超えて、ニューヨーク引けて、150円台で引けて、東京に渡され、もう一回上値重たいだろうということで、150円の0510もしくは1015売って、20超えて、全然下がらず、30超えて、40超えて、なんと49までタッチするという、明らかにこれはほぼほぼ24時間ずっと上がってるようなもんですから、途中ショートを振って、すぐにでも逃げるような体勢じゃなければ、やっぱこれ捕まってしまうような値動きだと思います。自分でも今日何度か捕まりましたし、それを考えるとですね、本来は今日150円ちょうどで、オプションがあって、ドルコールもドルプットもありますので、そのガンマトレード、両サイドですね、150円の1520もしくは2025を売って、149円の8580を買い戻すような、オペレーションになるんだろうな、150円を挟んでの揉み合いになるんだろうなと、自分は今日は買いから入ろうというふうにイメージをしました。というのも、マーケットがショートになってそうだというふうに朝方、イメージしたからなんですけれども、それでも、まあ、150円の2025を売れるかなというふうに考えて、実際売ってみましたが、なかなか下がらずと。いった展開でございました。現状もまだマーケットがショートっぽいです。従いまして、自分とすれば、そのガンマトレードがどういった形で出てくるのか、もう一回その150円を割り込ませるような売りが今日の海外で出てくるのかどうか、まだよく分かりません。もともとそう思っていて、ショートを振ってたわけですけど、それを一回やめました。で、まだマーケットがショートになってるだろうというふうに判断をしたので、自分とすれば、この150円の15銭、夜ですね、この指値を置いてみて、149円の90が割れるようなら、もうそれも諦めて、損切りを。で、150円の55で利食いをするような、イメージを作りました。ってことは、あんまり150円を挟んでの値動きにならないんではないかというふうに、ちょっとイメージしたわけです。ですので、自分とすれば、まずとりあえず150円の1号近辺、これ1号指値で買ってみて、今晩どうなるか見てみたいというふうに思いました。次はユーロドルです。ユーロドルに関しては、十分に、引きつけて、買いたいというふうにイメージをしまして、1.06の75で、ここで、買いたいと。こういうふうにイメージをいたしました。で、1.0650でストップを。1.0650でストップを。そして、1.0715で利食いを考えております。ユーロ円です。ユーロ円も悩ましいところではありますが、これだけドル円がやっぱりじりじり上がっていく状況の中で、あまりユーロ円も落ちないだろうというふうにイメージをいたしました。下がったところですね。こちらは5分足でもう少し長い方がいいかな。160円の、ダメ元なんですけど、65で、160円の65の買いで、160円のこちらの方は、30ストップで、そして利食いを161円の403までやってますけれど、161円の、10でイメージをしてみたいと思います。本当です。タイドルでございますが、これ引きつけてですね、
あれ、私、ちょっと買ってみたいんですね。で、途中、こう、完全に空白のように上がってて、ここで下がってくるとちょっと気持ち悪いんですけど、それでも、これは一気に下には潰れないだろうと見て、1.22の、70で、よいしょ。1.2270で、買いを。で、1.22の、こちらの方が、35で、ストップを。で、利食いは、1.23の、こちらの方が50で、イメージをしてみたいと思います。はい、円です。ポンド円も、まあ、全体的に見るとやっぱり結構堅調な値動きでございまして、やはり下がったところを買ってみようというふうに思いました。184の85で買いを。184円の50でストップを。そして、ロングの利食いを4の85で買い、184の50ストップで、そして、利食いを185円の、今現在高値が46ぐらいですけどね、185円の、こちらの方は55でイメージをしてみたいと思います。OG ドルです。OG ドル、これまたね、押し買えるかなと思ったんですけどね、結構潰れましたね。まあ、とりあえず、このところ、どこなんだろうな。もう一回買ってみたいんですけどね。0.64の10、買いで。0.63の、85で、ストップを。0.64の50で、利食いをイメージをしてみたいと思います。オージー円です。これはね、先ほど申し上げたように、97で買って、96円の70割れのところでストップで、切らされましたけど、今は96の70ぐらいですけどね、96の、これもね、これ、96の50で買いを。96円のもう一回これ切らされちゃうもうダメでしょうね。96の、20でストップを。そして、97円のこちらの方は丸5で利食いをイメージしてみたいと思います。ニュージードルです。ニュージードルもこれ結構下がったんですよね。0.59ちょうどで買いを。5870でストップを。0.59の50利食いで。ニュージー円です。88の、80で、対応。88の、50で、ストップを。で、89の、40で、利食いを。そんなようなイメージで考えてみたいというふうに思います。まあ、ドル円下がってきましたね。ああ、なるほど。まあ、これ今晩ですね、この150円のイチゴを拾ってみて、どういうようになるのかちょっと様子を見て、もしこれがガンマトレードがあまりに強いということであれば、私のストップつけられてしまう可能性もあります。
着いた後あまり感触良くなければ早めにやめる覚悟で、見ております。ということで4級から今3、3レベルぐらいまで落ちてまいりましたが、まあ、ショートが残ってる限りにおいてはね、そう簡単に一発で、ちょうどまで下がらないと思うので、途中押し、1号で買って、もし202号が重たいんだったら、やっぱりそこで売り開いて逃げようかなというふうにも考えております。今晩何かございましたら、ぜひまたよろしくどうぞお願い申し上げます。簡単でございますが、今晩の相場展望チャート分析編お届けをいたしました。それではよろしくどうぞお願い申し上げます。それでは失礼します。